対立を深める真田重雄氏と里見八犬衆は激しく激突する。安成と鶴姫を援軍に必勝で臨んだ里見軍であったが、あと一歩のところで葵の術により明海軍の真っ只中に送り込まれ、里見義隆、犬山道雪が穴山小助の刃の前に倒れる。黒魔術軍と新選組は新たに同盟を結び、また兄ジライアの消滅に心を痛める木戸丸は仲間に心を閉ざす。明海軍に乗っ取られた高房東太住友を奪還すべく、清明と滝夜叉は手を組み、明海に偵察に赴いていた大内義隆もそれに加わり、三人の奪還に成功する。そして最後に現れた高山右近。